みんなの心に震え邪魔へ。キョムナナビタカと申します。以後お見知る今日。どこ行くんだどこ行くんだ。ちょあれ戻ればいいんだよな。そう戻ればいいんだ。間違えた。まったく焦らせやがって。というのもですね、ちょっとね、 FF がですね、はい、FF9 いつぶりだか忘れちゃったの。今日1週間経ってる。いや、お前前の FF9 の実況を投稿してから1週間経ってないやろって思うね、そこのあなた。ごもっともなツッコミですが、実はですね、はい、まあ、前のやつはちょっとため撮りなんだよね。前々回のパートの時にため撮りしたから。だからさ、そう、実はね、意外とちょっと前です。だから1週間ぶりかな ?FF9。ちょっとね、それまで1週間ぐったりと休んでたりとかしてさ、そう。まあそういうのもあってね、ちょっとね、投稿頻度落ちてたよな、みたいな感じですが。だけど FF9 はね、やっぱ、わしらの希望じゃけ。いや、楽しんでいきましょう、FF9。よし、というわけでね、確かね、あれだよ、ここがやべえんだよ。マダインサリがやばいって話をね、聞いてます。OK です。任せてください。ちゃんとその辺の企画ある。ちょっと最近、カモネイ号が魔法剣でいっぱいになるっていうゲーム実況ね、同時並行でやったやつ、まあ、獣ゲーム枠が終わりまして、ご視聴ありがとうございました。で、今度はですね、今ですね、バイオミュータントが発売しまして、あれアクション RPG なんですけどね、オープンワールドの RPG ゲームでして、獣枠で、しかも RPG 枠として、みたいな感じで、そう、獣と RPG を両立させたね、ゲーム、バイオミュータントやっております。同時並行でやってるんで、ぜひね、バイオミュータントも、視聴してくれたらすごく嬉しいんで、よろしくお願いします。で、FF9 もね、もちろんやっていきます。何か、あれかな、コメントでね、驚愕の事実をしたんですけどさ、FF9 ってさ、ディスク3枚組じゃなくて4枚組らしいね。ビビったわ。そしてね、コメントによると今もうディスク2枚目の後半らしいよ。もう、結構ディスク2枚目が終わるからもう半分が過ぎそうとしているみたいな。ってことはあれかな ?FF9 ワンチャン実況 50% くらいで終わるかな。バイオミュータントと同時並行やったら多分、あれじゃないかな。バイオミュータントと一緒に終わるんじゃないかな。わかんねえけど。お前らどうした?この奥に行けばいいんか。大きな斧のような武器を持った人。斧を持ったやつ。村の宝が。なるほど。この奥だな。オッケー。任しとけ。このね、時短お兄さんを任してくれ。エイコどうした?ん?どうした?エイコ。宝石がなくなったって?由緒正しきやつ。わかんないけど。こらえるくらいなら思いっきり泣いてるのどうだ?やっぱ当時プレス1だからか知んないけど、プレス2とかのゲームだとさ、喋るとさ、口パクあるじゃん。ちょっと、プレス1のだけあったらちょっと口パクがないっすよねっていう部分ですね。だからそこがやっぱ時代を感じてね、それをまた趣があるんです。わかった。じゃあまず盗んだやつの手がかりを探そう。私もテスさんは?だから喋んな!お前の声は違う。アビタカのクオリティ。これぞアビタカクオリティ。僕は無理にアフレコしないからよし。基本的に主人公のセリフしかアフレコしないタイプだからさ。よろしくな。逆にそんなに大切にしてた宝って気になるけどな。エイコ?エイコーゴー!カノエイコじゃねえよ。偶然決まってるだろ。エイコのせいなんかじゃない。斧を持ったやつサラマンダラとかそんなやつか。それにエイコに封印を溶かすのは俺たちだ。けど分かってるだろ。本当に悪いのは盗んだやつだ。盗賊のお前が言うか今手がかりを見つけて盗んだやつを追いかけよう。まあさすが盗賊、やっぱ盗人の気持ちは盗人が一番わかるっていうあれですね。そんなあったっけ、言葉とか心理学でそんなあったっけ。まあ盗賊的なあれです。実は盗賊嫌悪があるかもしんねえ。英語大切なものを盗んだ、そいつを許せないみたいな感じがあるかもしんない。お前だって滅法盗んできたやろうかみたいな。義賊かお前は。もちろん分かってるさ。一人前でも泣くときは泣く。行くぜ英語。じゃあ俺たちは手がかりを探そう。あいつ強えな。だがもう泣きたいだけ泣いていいんだぜ。いつも俺の胸貸してるからさ。急に誘うね。隙がないの。お前控えようって前のパート言ってなかったっけ。ああ、やっぱそうなるよね。もちろんだがの胸を借りるわけさ。お前急にジョークに入んだ。まあ。だがのアフレカしたらマジでリスナーが去りそうだからやめとこう。あれダメ?びっくりマークだと?聞こえねえよ、そんな。プレスワンクオリティ。だがそこがいいんだ。しまった、盗んだやつはまだここにいたんだ。ホシル、なんか、ケバいやつ。ケバかったっけ?行こう!ビビ君で行くぞ!ビビ君で行くの、時短。やめろ、お前。お前、人外萌えなんか、アホか。みんな大丈夫か?大丈夫か、モーリスン。
あ、回復できんじゃん。じゃあ回復。おいー。じゃあ様子を伺うぜ。回復をしたからよう大丈夫。レベルも案外高いしな。あ、やっぱお前だったよな。何か。もう名前忘れてたよ、お前。なんか、薄いんだよ。薄いんだよ。もう許さねえぞ、お前。そしてやっぱあのキャラクターのグラフィックがさ、あのリマスターの関係で向上したからかしなきゃ、背景と違和感がすごすぎる。あのラニが宙に浮いてるように一瞬見えてしまう。プレス版時代のやつはちょっと実況とか確認してみる。やっぱね、多少のやっぱ当時の荒めのポリゴンと背景がマッチしてね、あんまりそういう感じしないんですよね。エクスプローダーってなんだ、アイテム回復アイテムか。 ありがとうございます。モグはクポちっちゃ。モグをお前のエゴを助けるため力を貸してほしい。お、ジータ何か考えがある。いい手があるんだ。大丈夫、危ない目に遭わずね。あとはお前の勇気だけだ、モグ。あー、ダメ。じゃあ、しゃあねえな。そうか、仕方ない、俺たちで何とかするよ。よし、じゃあ助ける。よし、いっか。やっぱ背景と違和感があるね、ラニ。ほぼ空を浮いてるような感じになってるわ。これ何をした。なるほどな。手のモニョモニョ感がなんかあの股間をいじってるあの僕に似てるんだけど、どうしよう。スリプルソーか、それ気持ちよく眠ってるだろうな。僕もね、あのティーバッグ履いた時にね、なんか股間がなんかうずうずしちゃうんですよ。ムズムズがうずうずしてね。一人の時こうやってね、あのラニのね手のようにちょっとモニモニしてるっていうクソみたいな事情を話してしまいました。すいませんでした。ああ、単純だな。だから宝盗んだ、なんで。俺が預かってる。あ、そうだった。そっか。その前に教えてくれ。村の宝盗んだのお前なのか。何？じゃあそれも召喚石というか、そういうあれなのね。多分召喚石なんだ。A 子の意識がないのは厄介だな。何？ああ、企んでるぜ。ビビ君、お前がやれるか？お前なんか、あのスローの魔法、そう、スローの魔法いける。ビビ君、もう前回のパート大活躍したからな。お前もいけるだろ。よし、大丈夫だ、いける。ビビ君、お前信じてるからな。あー、ちょっとタンマー、今ゲームが反応しないと思ったらね、今パソコンの方であのマカフィーのね期限切れが出てきてね、あの操作受け付けませんでしたっていう事情があります。ビビ頼む、やれるか。お、ビビ君いいね。ケツをね、パンツキュッと上げて気合を入れていいよ、ビビ君。要はあれか、お尻がいい感じに割れてるという感じ、すごいひっついてるんじゃないか。完全にピッチリパンツになってるね、今。あのね、ズボンを上げた仕草にって。僕もだってね、よく私生活やるから気持ちわかるよ。あー、なんか、チンポジ悪いなーみたいな。ちょっとパンツ引き上げて、締まりよくして、お尻の割れ目みたいな、うんてらかんたらして、あー、興奮するかみたいな感じで、よくパンツを直します。誰だ？おめえはサラマンダーっていうやつは誰だか知らないけど助かったぜ。かお前ら仲間じゃなかったっけ。よう立てるか。知り合いか、あのおばさんは。ふう、おめえだよおばさん。おめえ化粧がバレるんだよ。まだギリ29歳よとか言うんじゃねえぞ。形勢逆転ってとこだな。盗んでたから返してもらおうか。ホムラの旦那、裏家業の世界、裏家業の世界ナンバーワン。かっこよ。なんかかっこいいな、その肩書き。何だ、戦いを汚されたくないって。そうだな、お前らな、仲間だよな。裏家業のくせに律儀なとこもあるか。 お前向いてないよ裏家業。あ、格闘家っぽいファイティングスタイルですね。あ、今日宝取られてね、大丈夫。お前と戦うのかよ。ちょっと待ってくれ、どういうことだ。あったもおかしいんじゃねえかこいつ。分かった、受けてたぜ。ジタン、僕も今ダガと同じ気持ちだったぞ。大丈夫、たまにはいいとこ見せなきゃって思ったところさ。確かサラマンダーっていう名前、サラマンダラだっけ、あれ名前が分かんないけど、そんな感じだった気がする。友達が言ってた。一騎打ちかなこれ、もしかして。よし、まあ、勝てるやろ、レベルも23あるし。うわ、なんかすげえ城之内みたいな顎してる。城之内さんだ、いいね。いった、180か。まあぼちぼち HP 回復すれば。あ、いや、ポーションで回復しきれねえなこれ。あ、一歩下がったが、何をするつもりだお前。逃げてんのか、どういう動き。なんかアクロバティックなやつだぜ。くっ、
結構攻撃する。ミスじゃねえかよ。攻撃のタイミングを見切れないか。いや、このゲームじゃ難しいぞ。シミュレーションなんだから。シミュレーションで攻撃のタイミングを見定めろってなかなか難しいこと言いますね。だから次はいける。ほら、行くぜ。よし、ダメージは。ダメージはこいつのもう何倍いってるんだ。やべ、ちょっと油断してきたな。ちょっと油断しちゃったな。あー、よかった。そろそろ HP 回復しようと思ったんだよ。ハイポーションが、そうだ、ハイポーションあるんだ。よし、回復するぜ。ハイポーション。いやー、これで500回復だっけ、確か。450か。なんか HP が1000超えたからかしんないけど、ちょっとね、もうポーションじゃ物足りないしな。かといってハイポーションもハイポーション、物足りなさを感じます。行くぜ。かかってきな。逆に今のお前、隙だらけだぜ。クリティカル、おお、ダメージ入れていけ。カウンター、お、来た、時短。そういうやつ、あったあった。そうだ、そういうスキル入れた。カウンター役に立つね。カウンター来た。よし、倒しきれるか。あ、やばい、今 HP 回復した方がよかったか。ちょっとまずったな。空気2発は耐えられるからな。お、ミス、ナイス、時短。お前の素晴らしい濃さが役に立った。時短ってなんか二刀流がいいと見せかけて、僕ちょっとこの なんていうの、相当っていうのか分かんないけど、これちょっと好き。この相当の時短好きなんだよな。かっこいい、なんかこの持ち方。僕当時こういう剣に憧れてたんだよ、時短の持った剣とかで。なんか自作で作ってた時もあってさ、なんか家にあるおもちゃのね、あの日本刀2本くくりつけてさ、なんか憧れてたんだよな、この剣。懐かしいや、そんな記憶をね、ちょっと辿ってしまいよ、思い返してしまう浴びたかなのだった。くそ、まだ倒しきれないか。う、なんか攻撃力、あ、カウンターはナイス。うぃー、ジャスト。負け指ではないよ、多分負けたらゲームオーバーだと思うから。よし、戦ったぞ。これで満足だろ。経験値はゼロ。当たり前だよ。今日リーチ7はマックスだったんだぜ。リーチ7さ、1の位が7になんないでさ、ダメっていうのをまたコメントで教えてもらいましてさ、条件が難しすぎるんだよな。リーチ7使うぐらいなら普通に通常攻撃した方が強そう。立てるか。いや、この、もしかして仲間になる、盗んで返してくれないか。あ、あいつ結局ペンダント置いてきてくれたんだ。うん。そういうとこ律儀だよな、あのラニー。こいつをそんなに敵に回したくないってことか。エイコ取り返したぜ。めっちゃ殺されたかってるじゃん。なんだよ、死にたいのか。せっかく拾った命を粗末にするもんだ。ここで去るのは放っておくさ。仲間になるな、かかってきな。企む？勝負がついてもお互いの命があったんだ。それで十分だろ。盗まれたものも返してもらったしな。まあ、これぞやっぱね、RPG の主人公だよな。めっちゃ煽ってくる。牙を持つ野生の獣こそ、無駄な摂取はしないもんさ。ノーアル高爪を隠すに似ていますね、そのことわざ。ことわざではないよな。じゃあな、また会おうぜ。なんかさ、コイストフライちゃんがなんか因縁らしいんだよな。友人から聞いた。ちゃんとしまっとけよ。今回のパート様子見る限り、ちょっと、あれだな、ディスク2終了までいかなさそう。ディスク3に突入するのは、次のパートか、その次のパートぐらいかもな。お、ビビ君好きなんか、エイコ。まあ、ビビ君を好きなら気持ちはわからんでもない。うん。僕もビビ君とセックスしてるからな。行こうか。よし。まあ、何やかんやで、なんとかなるもんですね。なかなかぞ、おい。どこに行ったぞ、おい。あ、こっちか。よし。なんでや。時短聞いてほしいの。うん、聞くよ。お兄さん、聞いてあげようか。16歳の大人か。エイコの16歳、なかなかいいよな。女の子の成長早いって聞くからな。今考えたけど。村に出ることに賛成してくれ。しないとは。ちょ、これ僕やれば、まあ、賛成するぜ。賛成してほしいならいくらでもするぜ。エイコ、俺たちと一緒に来いよ。おじいさんの言葉なんて気にするな。俺が何を言ってもエイコの気持ちはもう決まってるだろう。あ、じゃあどっちにしろ来てくれるのね。だよな、エイコ。ここで別れとかないよな。そうだな、ビビからエイコに言えることがあるんじゃないか。言ってやってくださいよ。前回さ、かっけーさ姿見せてくれたんだからよ。今回もかっけー姿ビビさんお願いしますよ。ほろほろほろ、おーおおお。うん、ビビ君、おめえはやっぱ最高だ。あるあるだよね、エコ。自分で言ったこと意外と忘れがちなんだよな。なんか、ねえ、いわゆるさ、当たり前というものを忘れてしまうっていうやつよね。当たり前すぎて。だから、こうやって改めてね、あの、信念を言い返してくれると、あ、そういや、そうだったと思える。僕、結構卓球とかでそういうの多いかな。
あの YouTube の活動ではやっぱ僕がなんか活動してるのはこういう理由だったなとか思い出したりするリスナーさんの言葉コメントのおかげでね。だけど追憶のイヤリングゲットしました。これ英語に装備させたらあれかな。お、怖がってたモグよ、お前のせいでいろいろ苦労したぜ。ちょ、僕だいぶ嫌な性格になってきちゃった。あ、だよな、怒ってないよな。まあいいよ、正直怒ってくれ。うん、やっぱ無事なら何より。やっぱ親友はね、そう、怒るときは怒るけど、やっぱそれも含めて仲いいっていうのが一番いい関係性だと思うわ。なんか上っ面だけね、なんか仲いいだけは正直縁切れるのも時間の問題だし、何よりも疲れるし、もちろんね、なんかずっと本音でも疲れるけどね、なんか何割かでもいいから本音が言える仲っていうのはね、やっぱ友人としては持っておきたいっていうか大事だよなって。それってね、僕リアルの友達に本当はなんだろうな、恵まれてる気がしますわ。二人が素敵なレディ、モグってレディなんだ。ビビ君がしてくれるってよ。モグって女の子だったのか、やっぱジタンそう思うよな。やっぱそう思うよな。あれでなんでダーカー行ったの。いちいちえ、エコ行っちまうよ。エコで行くな、エコで行く。あ、歌、あ、こっちか、びっくりした。一回外出ちゃったよ。デゲ、この下からダーカーいるのか。どうやってそこ行ったんだ。お、もしかしてこれが、あ、いや、ムービーじゃなかったか、多分ディスク2の終わりじゃねえわ。よっ、だが気にせず歌ってくれよ。だがどれだけの歌なんだからさ。それにしてもよ、こんな場所見つけたもんだ。だが盗賊の素質あるぜ。俺と一緒にチーム組まなか、名付けて夫婦団。やっぱどうだよな、名前が微妙すぎるんだよな。夫婦ってどういう意味だっけ。なんていうか最強のダガはいい感じだよな。俺？え、僕？そうじゃないさ、ダガがなろうとしたからだよ。あー、あの頃と比べたらな、全部絡まり。う、僕もなんか VTuber 時代の時ね、あのリスナーのためリスナーのためと思ってめっちゃ絡まった時期とかめっちゃあったな。いや多分今も絡まってるんだろうけど、うん、やっぱこういう時にね、支えてくれるのが仲間ってやつだよな。そうだな、イーファじゃ、ビビもエイコも大陸出る時はクイナも、フライヤースタイナのおっさん敵だったはずのビアトリクスな。僕もフライヤーちゃんがいつ出てくんのかと思うとめちゃくちゃ不安なんだよな。そんなに重く考えなくていいと思うけど、まあ今日期待っていうのは怖いよな。僕も、まあ僕も勝手に期待を感じてるから、リスナーさんからのね、期待っていうのを勝手にこう、思い込んで、勝手に背負って、で、空回ってたからな。結局、リスナーさんもね、なんか、期待はいい意味でしてないよ、みたいな。アブタカさんの楽しい姿を見させてくれっていうコメントが多くてね、おかげでこうやって伸び伸びとか、ゲーム実況者としてね、あの VTuber に対してゲーム実況者として活動できてるし。みんなダガに責任感じてほしいなんて思ってない。ダガのためだけじゃない。みんな自分で道を選んでやったことさ。あ、うん、確かにそれ、そいつはイプセンの言ったセリフだ。イプセンだよな。イプセンってのは本当にいた冒険家でさ、その冒険の話を元に書いた芝居だったと思うんだけど、こんな話なんだ。ほう、長話になりそうだから聞かせてくれ。イプセンとコリンという2人の友人がいた。2人はトレノの館で働いていた。ある日イプセンの元に手紙が届くけれど、その手紙は雨に濡れたか何かでほとんど読めなかった。かろうじて読めたのは家に戻れということ。今でこそ飛空艇があるから移動は楽だけど、そんなのなかった頃の話しさ。なぜだかわからないままイプセンは暇をもらい、旅の支度をして旅立った。川を越え、山を越え、霧を越える旅。あ、霧だよな。漢字が不安になっちゃった。モンスターに襲われることがあってもコリンと二人ならなんとかなった。こうして幾日か過ぎたある日、ふとイプセンが気づいてコリンに聞いたんだ。お前どうして来たんだ。その時のコリンみてえなもんか、ジタンは。お前が行くって言ったからさ。そして船が動くよ。船が動くよ。ちょっとシュールだったけど、それがジタン、お前の選択なのか。ダガーが行くって言ったからお前も行くんか。まあ意外とそういうシンプルな方がやっぱ
やれるよな、なんか頑張れる気がする、うん、僕なんか結構アホみたいなね、あの行動において理由を結構考える性格なんですけど、一番うまくいくときってなんか脳死でもうやるかみたいなときなんだよな、うん、もうそうならもうそうでいっかみたいな感じだよなだが歌か、ん、これエイコか、これはあの歌じゃないか、これエイコ歌ってんのかな、そんなことか、おお、ムービーだ、もしこれでディスク2終わりだったりするのかな、そしたらもうあと半分って感じだよな、まあ、単純に半分なのか分かんないけど、ダガーもダガーでなんかいろいろ気になる、見たことある景色とかいろいろ言ってるしな、記憶喪失なんかな、ダガーの謎に関してか、キャラクターみんな謎あるな、まあ、僕が一番フライちゃんの謎が気になるんですけど、フライちゃんは一番謎ないかも、ある種ね、あのカレーさんも見つかったことだしね、フライちゃんむしろこれからだよ、あ、小さい頃の話か、お母さんがいた時、いや、あれお母さんじゃあ誰だみたいなじゃあブラネ女王は誰なんだ、あれラスボスかな、あのなんかこのロリコンどもめって言ってそうなさ、一つ目のやつ、あ、これ多分ディスク2終わりじゃねえわ大丈夫か、だが、いい雰囲気だったんだかな、だからしっかりしろ、というわけでビビはいいね、寝るかすくすく育つよビビ君、話してくれるかい、あ、やっぱ記憶喪失なんだ、まああのブラネ女王言わなさそうだしな、6歳からじゃあそれまで前か、まあよなんか物心ついてからの記憶しかねえよなって言うとはいえさ、僕はなんか3歳4歳ぐらいの記憶あるから、やっぱそんぐらいの記憶あるはずなんだよな、6歳まで、それまではマザインスレで育ったの、お前ここ出身なんか、いや出身、いやどうなんだろう、分かんねえや、角ねえしな、角もないからあれか、外部から外から引っ越してマダインサリーで座ったって感じなのかな、へえ、さっきの映像にあった竜巻、あの一つ目がいる竜巻、本当のお母さんブラネ女王はママンじゃなかった、まあさすがにあのおばはんからこのダガーが生まれるとは思ってなかったけど、あのだってあのブラネ女王で、あの肉だるまのさ、あの股間のおばんまからさ、この麗しきダガーが生まれるかって言われたらさ、正直みんな首をかしげるよなブラネ女王には悪いけど、いやあいつは許せねえわ、ほんとあいつはネズミジュージュを皆殺してたから許さん、へえ、召喚兵を聞こえてきた村の歌って誰が歌ったんだろうな、結局エイコじゃないんだろうなって思うけど、あの歌はマダインサリのだから誰も知らない歌だったんだ、はあ、じゃあ逆にエイコが知ってんのかな、マダイン、いや今日もうおじいちゃんとかいなくなってるから知らないんだろうな、そこだよな、いろいろ謎が急に気になってきたな、だがそう召喚士族の角がないのは一番気になるよな、トット先生、おお、じゃあまたアレクサンドリア行くか、あれトット先生がいるのとアレクサンドリアだよな、あ、ちげえよアレクサンドリアじゃねえや、いやアレクサンドリアじゃないよな、確か母と思ってた人がそうでなく、思い出した本当の母はすでにこの世にいない、ダガーは二人の母親を失ったんだ、せめてブラネ女王なんか、いやもう正直死刑だけどさ、せめてダガーのためにさまともになってほしいわ、へえ、まあ多少思い出したんだな、ビビ君といい、ダガーといいな、なかなか気になるな、こいつらのさルーツ的な部分っていうの、ルーツって言葉合ってるか分かんないけどあ、いやそっか、もう実質うん村同じ仲間みたいなもんだ、あ、ついていくか、まあおじいさんもな、うん、不安で行っただけで一番はやっぱ、あ、ほらほら、そうそうそう、いつも素直な気持ち、いつも素直な気持ちでいなさい、そうやっぱ心配してたからね、なんかなるべく外出ないでくれとは言ってたと思うけど、やっぱそれでもね心配を
上回ってやっぱ A 子のね一番の選択を望んでたっていうのがきっとおじいさんだよ。もちろん俺もさ、みんなで行こう。クイナはどこだか分かんないけどクイナも行こうぜ。じゃあな召喚壁、次戻ってくるときは世界を救ったときだとか言って普通になんかディスク3のときに戻ってきたらどうしようかと思うアビタカなのであった。あ、結局まだ迷ってますか。うん、そうなの、まずはクジャをどうにかしよう。よし、いいね、ビビ君のその顔かわいいよ。お、モグも行くか。プンプンプン、よし。で、クイナがどこにいるのか知らんけど、まあきっと来るだろう。じゃあな、みんな。次ね、帰ってくるときは世界を救ってフライちゃんと一緒にデートしてるときだ。よろしく。帰る場所が大事だよな。もし辛くなったらまたここに戻ってこようなもう僕さっきから言ってることめちゃくちゃなんだよな。世界を救ってから戻るとかフライちゃんとデートをしに来るわとかさ、戻るときは戻ろうぜみたいな。そしておめえジョノジファイヤーパーフェクトジョノイ様だぜ。来たか、なんだよ、またやるってのか。敗者は死者、いやそんな掟では生きてないです。お前もついてきたいのか。やっぱ FF どうなんだろう、ないんだけなのかな、なんか仲間になる理由がなんだろうね、結構ノリと勢いだよな、やっぱり。理由って言われてもな、死なずに生きてることがそんなに不満なのか。何言ってんだ、生きてる方がいいに決まってんだろうが。じゃあ俺たちと一緒に来いよ。いやノリが軽い。いや意外とテリズもこういうノリかもしんな、ね、いこいつに関しては行動を共にすれば理解できるかもしれないけど、あ、この辺はなんかテリズチックでもある。ビビ君とかの、ビビ君とかさ、フライちゃんが仲間になったくだりに関しては結構ノリと勢いのある節あったけど、こいつはうん、なんかテイルズチックだわ。加入かなんだろう、テイルズにたどっちゃったけど、それにこれから一戦交えなくちゃならないんだ。あんたなら力強い戦力になりそうだ。うん、なんか言ったか。よし、じゃあよろしく。ところになんて呼べばいい。ああ、ホムラ色の旦那ってラニー呼ばれてるよな。あ、やっぱサラマンダーなんだよ。顎がとんがりすぎて草。よし、サラマンダー来い。あー、なんだよ。じゃあもうサラマンダーでいいじゃん。じゃあサラマンダーって呼ばせてもらおうぜ。よし。人数も増えたしな。先頭に立つメンツを決めよう。あ、来た、控え。そうだな。なんかね、A 子が回復中心らしいからさ、じゃサラマンダーら前に入れていいんじゃないかなと思います。いいと思います、この作戦。天才です。大丈夫、うまくいくさ。これいつでも変えられるよな。ここ俺に任せてくれ。よし、イーファの木に行こう。というわけでね、はい、イーファの木に行きますということで、今回実況ここまで、ご視聴ありがとうございました。そろそろあれかな、ディスクに終わりかな、多分だけど、まだちょっといろいろ分かってないけどね。いやー、結構折り返し地点まで来ましたけどね、ぜひまだまだあと半分ほどよろしくお願いします。それじゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。じゃあねー。